フィリップ・ベルドロ、フィリップ・ベルドロはフランス出身の作曲家。生涯のほとんどをイタリアで暮らした。一般にイタリアマドリガーレの創始者とみなされており、マドリガーレ創始期に最も数多くこのジャンルを手掛けた作曲家であった。サボナローラの信奉者からメディチケがフィレンツェを奪還した後、同地の音楽界で重要な立場にあり、ジャック・アルカデルトラに影響を与えた。 生没年は、不祥で、1480年頃に生まれ、1531年、前後もしくは1552年に没死したとされている。セーヌイコール A イコールマルヌ県のレロージュ出身。幼少期については、はっきりしない。おそらく早くからイタリアに渡り、1510年代か1520年代には、ベネツィアあたりの北、イタリアにいた。1511年に、バザーリが、 イタリア人声楽家を描いた、ユサイガは、刺したる確証があるわけではないものの、音楽学者によってそのうちカズトがベルドロであると、信じられている。1523年から1525年まで、フィレンツェの先例者聖ヨハネ寺院の教会学長に、就任。1523年から1527年まで、フィレンツェ大聖堂の教会学長も兼任していた、らしい。 1526年にはマキャベリと共同で風刺喜劇マンドラゴーラーの上演に携わる。この儀曲は1518年にマキャベリが書き上げていたが、1526年の上演はメディチ家出身の教皇クレメンス7世に検定されている。マキャベリはメディチ家によってフィレンツェ追放中のみで、ベルドロは反メディチ家のフィレンツェ共和国におおむね肩入れしていたが、 二人は共に両人営を満足させるようにデリケートな政治問題の危うい綱渡りをしなければならなかった。この儀曲のためにベルドロが書いた数曲はカンツォーネと呼ばれているものの今日最初期のマドリガーレとみなされている。ベルドロが1530年以降も健在だったという決定的な証拠がないためことによると1529年から1530年の フィレンツェ攻略で殺害されたのかもしれない。しかしながら、1530年代に出版された、ベルドロのマドリガーレ州のテクストにおいて、同時代の出来事についてそれとなく、触れた下りがあることから、1540年までは、存命であったと推論する研究者もいる。1530年代後半に、ベネツィアで出版された数冊のマドリガーレ州にベルドロ、の作品が見出され、 そのうちの一冊は完全にベルドロのものである。ことによると、フィレンツェ行為の後復讐心に駆られた勝利者メディチケの追求を逃れるためにベネツィア共和国に避難したのかもしれない。遅くとも1552年には個人であった。同年、作家のオルテンツ・ランディがベルドロを死者として言及しているからである。ベルドロはミサ曲やモテットも手掛けているものの、歴史的に コスタンツオフェスタと並ぶマドリガーレの父と呼ばれている。ルネサンス音楽のマドリガーレは1520年代になって浮上した無伴奏の世俗の合唱曲であり、フロットラやカンツオーナ、ラウダといった既存のジャンルが修練して出来上がったものだった。ベルドロは模倣様式のテクスチャーとホモホニックなテクスチャーの均衡をとっている。後年に発達したような音がはほとんど見当たらないが、 興味深い洗礼がないでもない。ベルドロのマドリガーレは、ほとんどが5世か6世のために作曲されており、これらが頻繁に版を重ねたことや、16世紀、ヨーロッパの各地に流通したことからも、推察しうるように、ベルドロは、非常に人気のある作曲家であった。スーザン・マクレアリ、モーダル・サブジェクティビティーズ、セルフ・ファッショニング・イン・ザ・イタリアン・マドリガル。 P38 から56、バークリー、ユニバーシティオブカリフォルニアプレス、2004?ISBN0520234936。ありがとうございます。